どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。こんにちは、カモンドラ。言葉失うこと多いな。ただいま。あー、お帰りですね、はい、本当にお帰りだけど、はい、いや実際何回か帰ってきてるよ。何回か帰ってきては、いやだめだ、いや帰ってきてないね。あれはあれは違う、あれはうん、あれはあのリモートただ、うん、本当にちょっと触っただけ。今回は、はい、ちょっと帰ってこようかなと。おお、うん、大会もないし。あ、なるほどね、うん、確かにそのちょっと自分の好きな武器を遊べるタイミングって言ってたもんね、うん、前ね。しまあ3も来るっしょ。そうだね、うん、まあまだかもしれないけど、まあ3来るから、はいはいはい、うん、それまではもうカーボンで遊ぼっかなって。おお、うん、いいですね、原点回帰になるのか、うん、まあやっぱねだいぶ違うっていうのを乗り越えながらやらなきゃいけないから。そうだね、うん、こちらをじゃあ今結構やってるんですよね。最近ちょろちょろ触ってるって感じ。その成果を見せていただきましょう。はいはい、すねし、はい、さあすねしで参りましょう。ですよ、さあこちらの、はい、はい、ボンカーちゃん、はい、はい、あー、さあ相手はリッターお風呂、そしてプロモでザッと。みんなナイスしてる。あ、いいですね、ナイスしまくってる。まあ、こっちの編成は悪くない感じには見えなくないですけど、まあ、ちょっと塗りがちょっとだけ心配です。ダメだ、いっぱい倒さなきゃいけないんですが、変なところで止まっちゃってますが、やってますね、ナイスですよ。いいですね、クイボで気持ちよくやっちゃってんね。さあ上にリッターいるが、後ろから来てるけど、リッターだけでも、リッターだけでも、リッター、あー惜しい。さあいいフォローですね。あと俺の果たせなかった夢を。お、ちょっとベジータかと思ったらそんなこと言ってないからベジータ。俺が大好きだった、うん、日本を守ってくれ。いや、それは違うそれ16号だ俺が大好きだったさあ右奥のお風呂邪魔ですね。さあ味方に飛ばしてあげて、なるときはですね、さあ塗りをね広げつつ、まあ、ダメージは通りづらくはあるかもしれないけど、塗りを広げて、しかも弾が残り続けて邪魔ってですね。さあロボンピッチャーどんな効果を得られるのかよくわかりませんが、さあ後ろから来てるやつやったけどね、あげるのね、これがいいですね。あっと思った時に手を出しやすいの、うん、こっちを見てないと。さあだが、あーあー、それは運が良かったね。いやー、いいとこ打ってましたね、あの泡は。さあ、あ、これちょっとやばいかな、ちょっと攻め入られ気味か。ボトルがいなくなるともうその時点で射程が絶望的。ああ、やべえ、怖い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 、あの泡が当たりそうです。そんな声だとあんまりない。さあ戻って、やっと、抜けられた、すごいね。いや、やっぱ一足、イカ足があるとね、ダッキングしてきたね。結構抜けるね、ああいうとこ。さあ、それ、いや、カーボンおもろいな。その、あれ、スプラトゥーン1の面白さ、そこにもあった。カーボンをメインにしたっていう。2の最初からこれ使った方がよかったな。遅っ。3年経ってやった。あんな使ってなかったもんな。まあ、弱いってやつだね、もう完全に、カーボンは。弱くはないんだけどね、ちょっと新鮮で。ああ、なるほどね。え、でもワン、あ、でもそんな変わんないのか、ワンと。そこまでこう、スーパーパワーの違い。まあ、スパショがないっていう、あれがあるんで。さあ。ああ、いいですね。うわあ、さあ、ここで。うん。楽しいわ。前にでもスペシャルがこうだったらなんじゃなくて。けど、どれでもダメってなった。ちなみに俺今、キルムーブしてないから。あ、なるほど。キルムーブしたらもっと楽しい。ちゃんとあの勝ちに向けてる動きをしてる。いや、これはちょっとね、カーブのスピード感とね、このカバー入る。ストレスのないこの振りの速さ。これがやっぱいいよね。カーブはなんだかんだやっちゃいますよね。さあ、奥に嫌がらせしといて。そして、お、来た。さあ、ロボム。ロボムをロボって。ゴムロボム。そして、バレパス。いいよー、いいね、やってるね、右側。おっ、おっ、
いやーこれは強いわ。ちょっとおもろいぞ。いい感じじゃないですか。おもろいね。いやちょうど今ね、多分頭でも言ってるけど、はい、大会ないからさ。そうだね、うん、オフシーズンですから。そうそうそう、練習し放題なんで遊びたいと、うん。さあ縁側、はい、縁側河川敷の方のカーボン、うん、これはいかがでしょうか。こちらの方の、おお、でも塗りも万全。広くて何もできなさそうだけど、アーマーもいっぱい。さあもうここは HP、こっちに塗りアーマー任して。右に入ったね。意識はね。いいよ。裏見てるやついったよな。さあここで、おお、やる感じにしましたね。スクスロー。さあ炭酸ボム。さあここで、おお、下がらせる。いいですね。さあ二落ち。いいですね、このシクリが。シクリが意外と嫌だ。いや、生だ。降りてきたか？いや、入れるねや。あー、惜しい。さあ、だが、もう一度チャンスを与えるためにも、ロボン、まあ、ロボンで消されちゃうね。消されちゃうはするんだよー。さあ、これは、ちょっと、厄介な状態。うえ、下がる。うん、これはね、まあ手堅く止めてるときは無理よりません。いい。さあ、こっちでね、策的できるんですが、ここから倒せるかどうか。倒したいけど。別問題。さあ、こちら側のルート。お、壊されているが、多いですね。ということは、おお、着って、いやー、届く。さあ、とりあえずやってくれた。で、飛びます。いいですか。どこ押さえるのが強いんだ。さあ、縁側のカーボンの戦いを分析しつつ、進めていきましょう。頑張りこわ。さあ、ここで、あー、や、うーお。しかし、ここで、うん、ナイス移動。ライリーでございますよ。そして、さあ、このビーコンが助かりますね、このカーボンとかは。ビーコンはね、うん、素晴らしいね。あるだけで助かる。あ、あら、ドリブン。これはめっちゃ気にすんだよな、あの人。うん、まあ、結構しつこくね、水沢も来てるから。見てますね。うわ見てますね。さすがに。あ、ですが、ここで、はい、ないと思ってたら、あるんです、実は。下がります。いいですね。ナイス下がり。さあ、そしてこの、混沌とした、この、忙しい時に後ろに入る。そうすると、見れておりません。そんな見れるかって、そのと。しかし、おー。いやー、やばい。あま、あー、もう一本道。ノーガード。ノーマークでしたね。いや、外した。ああ、よかった。出た。おぉ、さあ、まずです。すごくまずいです。でも、あ、でも相手3撃。これ、まあ、スクスロが結構手堅く守ってますからね。あれですけど。さあ、いやらしいところにロボム投げて、ああ、いいですね。そう、ロボム3、ああ、もう、ね、最高だ。ナイスだ、はい、ナイス。いいね、ロボムピッチャーも結構嫌だな、うん、アサリは。そうね、うん、ギュッてなるからね。そう、守んなきゃいけなくているところにさ、うん、ちょこちょこいると。いや、これはいいじゃないですか。ちゃんとここのステージ広くてむずいわ。なるほどね、うん、その分析しながらですね。さあ、縁側、はい、行きましょう、うん、縁側河川敷カーボンですね、うん、さあ、ここがね、なかなか難しそうな感じでございましたけども、お、さあ、相手には、タガジェ。スペンガジェットは、何でしょうね。他のやっぱ、嫌とか厳しそうだな。さあ、まずは右グッと入って、さあ、もうこんなとこに来てるとは誰も思わねえだろうな。よし。
で、やられて戻ってくる人を気をつけましょう。あれやりたいね。ボム投げてくるんだろうな。うん、絶対いいんじゃんっつって。あー、いいとこ場所ってるね。さあ、いったさあ、え、おっ、うおっと、ここなー、やりたいんだよな。うわ、あそこでとっさにね、縦振り。何本当に、なんか 99.7 ぐらいなのかな。いいですね。わお、え、知らない、知らないか。いや、多分食い物のあれ入ってないんだろうな、今。なるほどね。爆弦もないもんね。うん、食い物入ってない。いやー、これはね、まずいねー。右降りてって、あ、これやばいね。攻撃力アップがどれだけ大事だろうな。サボーキか。相手、当たりが。あー、今集まる。うわー、くそー。投げ、あ、パパパ、なかなかいいね。カーボンだと。さあ、コロリンと、うん、あー、いいですね。いないフリー。あー、手押し、あー、手押し、手押し、あー、いいですね、入ったね。うーわ、これはもうこのまま。あー、カーボンもいるし、ね、見るとこ多いね、相手。これ、何でも今入れてるの止めたいのに、何にカーボンもいちゃって、一応拾っていって、アジアの必然止まっていって、50、響き50ね。ちょっともう一回入れずに行ったら最高なのに、なかなかね。うん、うおっ、いや、これ入ってもいいな。一旦帰る、うん、さあ、しかも味方に帰ることで、うお、あー、いや、俺ね、埋めかと思った、そこかい。さあ、これはいいリード見せていきますね、相手。いや、まだ入るか。さあ、いや、パガジェ、パガジェ、なんとも痛いですね。硬いですね。硬いですね。ナイスですよ。俺は右にいたんだよな。負けもいい。うわあれはもう助かるだろ。さあ、残り1分30秒またごうというこの時、いかがお過ごしでしょうか。残り約30カウント取んないと、いや、もうね、このところに立ちはだかるペナルティ。あっ、すごいのか。いや、あそこいんのか。スパイガジェットがね、いい守りしてるんですよ。うわ、今のあー、さあ、まだ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 、もうワンチャンス、クリーチャンス、クリーチャンスありかもしれない。さあ、いや、あとは集めたい。あー、それに、あ、でもクリーチャンスなら大丈夫でしょう。おー、いいね。そんな息も大概だったわけですか。いいですね。さあ、上にいるよ、なんか、なんか上にいる。さあ、もう入れちゃう。いいですね。いや、そしてめっちゃ困る。入れ、おお、ライリー、ライリーでございますけども、ただここは時間的に怖い。おお、いい、それ入れるのか。ああ、いい入れだよ。ちょっと見てらんないんじゃない。ああ、狙ってたんかな。いや、気づいた。あ、でもまあ音で見えて、まあ、体で止めに来たんじゃない。さあ、まずいよ。右いるね。全然あるよ、これは。ここいるね。あ、ここか。いたかな。あ、これまた来たな。うん、50カウント入れなきゃいけないからね。そう簡単にはいかないでしょ。さあ、あとは時間。うーわ、無理くりいったね、あの人。でもそれは握手じゃ、握手だろう。オッケー、スバラ、うん、
素払いね、今のは。いいね。やっぱりこのフットワークがあるから、アサリ入れるのもね、素早くできるんですね。うん、いや、よくぞ、これは。ナイス勝利。ナイス勝利&、ナイス。うわぁ、いいね、クワット。はい、縁側河川敷見て、今日の週行きましょうか。さあ、今日の集大成を集中して見せる試合、それが今日の週。さあ、今回は、中段のカーボンでございますね。はい、あら。さあ、相手には、ダイナモン。こっちは、カーボン以外は、中距離以上の長さなんです。じゃあ、そのまっすぐですよ。さあ、相手方もまあ、言って、バケツぐらいが一番いいですね。多いですね、全員倒しつつ。で、こっちは、ガラ金属。で、上からズン。ズンズン、はい、あー、それは、なんて言いたい。やりたかったなー、今の。まあでも、デュアル、めっちゃ食えてるか。さあ、戻って。いいですよ、味方かなり心強い。頼もしい動きをしてくれてるんですけど、危ないですね。さあ、ここ一旦回って。でも、もう投げまくれよ、もう。非常に反応しないんだよな、意外と。まあ、反応範囲は狭いね。うん。というか、まあ、ボーニーの長さには対応できなそう。おっ、落ちる。さあ、ズボンと落ちて、抜き。ぬっ、ナイス。ナイス。さあ、だが、もう来ているぞ。ああ、でもまだ、まだまだ。まだまだ。やっぱりですね、しかし、スルッと、あー、こちらは、なんだ、これは、どういうですか、あー、もう、やるといいですね。やだね、この、大きなダメージ、さあ、戻っていいよ、ここで、返り討ち、味方のカバー、ナイス、あー、しかし、返り討ち、あ、でも、3落ち。ああいう力も楽しい。さあ、ここはでも無茶ができない。落ち着いて、ここで。この手を読んで。この中に、後ろから決めてるカンカボール。これでですね。カンカボールピッチャーを決めて。ああ。今のやらかかった。さあ、見てんだよな。いやー、もうやりにくいわけ。もう一人いる。うおー、さあ、右側2枚。さあ、なんとまだまだカウントが。左から入ってた方がいいね、これは。入ってないことですね。右から無理だな。左からのルートに変更したい。おお、危ない。だからこれ欲しいだろうな。やつはよ。もう全落ち。さあ、チャンス到来。チャンス到来だが、塗りはちょっとね、こっち弱いんで、まあ、あっちも甘くないけど、ちょっと塗り返すのが遅いです。さあ、だからここで、左側から、みんなで行こうよ。ガチあさり。んー、何？いいよ。アサリ多いよ。アサリ多いよ。そしてここで相手にとって厄介なロボムピッチャー発動。なんだこの違和感、入る感じがしないぞ。入る感じしないね。うん、あ、いや、あ、入る感じが嫌なところに見てます。これ入る。おナイス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 。行ってまい。あー、いや、生きてる、大丈夫。いや、多分アサリ落ちてる。あれが帰ると思う。アサリ生きてる。
いちゃう。あー、じゃあ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 。いいですね。これは素晴らしいよ。さあ残り20秒の時点でこっちのアサリがまだ入ってるとなかなか厄介なんじゃないのこれね。やばい、なかなかやばい、やばい。あー俺ですね、まだね。でも残り10秒、さあ時間はあとわずかだぞいと。しかもいやさあここはちゃんと取りましたね。あライン引く。さあちょっとこれはね根元で守るのは怖いぞ。低いの怖いな。ああこれゴール根元守りは一瞬でもほころびができた瞬間死なない、ブルブルリン死なねえかそれ。死なんすか相手のハサミがないか。オッケー、ああナイスナイス。いや縁側は難しそうですね。むずいね、右から入るのが無理だな。ああ邪魔くしてやな。ナイスいやカーボンまだまだでもいいんじゃない、初々しく楽しめる。ああそうだねちょうどいいかも一回ね、うん、スプラ3に向けてまあ2を見直す、うん、原点回帰。ああいいじゃないですか、うん、ナイスです。いや見方強い、素晴らしい、うん、はいというわけで、はい、カーボン、うん、デコデコっていただきましたけども、うん、いやいいよ生き生きしてたよ。あ本当、横から見てても。あそれはよかった、うん、いやでもね生き生きしてたのそれだけじゃないんだよね。なんですか。まあ、前回も言ったかもしれないけど、はい、やっぱ横に封じるから、まあね、それはまあまあ、コメントも一人しか触れてなかったけどいややっぱねリモートじゃないのにめっちゃいいわリモートじゃないのマジでいい。俺もやっぱさ、うん、リモートでやってから、うん、後で動画見るじゃん、うん、やっぱあこんな俺のこれ途切れてたんだってな、そのリモートのシステムのせいでね。そうあと、うん、やっぱどうやってもテンション低くなるしねリモート、落ち着いちゃうよね。ああそういいですね、うん、こっちもそうなんやっぱね、これがまあいつかはもうこうやって画面分割せずに、うん、ね真横でできるのがまた来るのを願って、はい、それまでにカーボンをちょっと仕上げちゃってください。そうだね、ちょっと、はい、ちょっと練習しよう。ガチマね今月ちょろちょろ、なるほど、カーボンっていうかカーボンでしかやってないんだガチマ。おいいですね、うん、はい、撮影でザップとかやるけど撮影以外はもうカーボンしか使ってないんで。なるほど、はい、ちょっとじゃあちょっと練習します。成長皆さん楽しみにしててください、はい、というわけでまたお会いしましょう。さよなら。はい、さよなら。チャンネル登録お願いします。